さあ、例の事件、進展がございましたので、本日は取り上げていきましょうか。まず冒頭では、事の発端として何が行われていたのか、何があったのかってところを簡潔に話していきましょう。結論ですね、無関係のゲーム実況者を逮捕したと勘違いしたと。8月30日、部屋の温度をめぐり口論の末、同居していた女性の顔などを殴り、死に至らしめた。こちらの増田良太郎容疑者、こちらをなんとね、ゲーム実況者のひもりんさんであると、そういうですね、ポストをなんと唐突に、この滝沢ガレソさんっていう方が、なんとね、投稿されまして、まあ非常にこれはびっくりなんですが、一体何を根拠にポストされたのか全くわかりませんけど、とりあえずこのひもりんさんっていう方が殺人犯に仕立て上げられたと、まあそういった状況なんですよ。でまあそこに対して、当日にですね、こういった形で滝沢ガレソさんが勝手に僕を増田容疑者に仕立て上げて言い出したことですよね。 DM でガレソさんから何の謝罪も受けていないのですが、僕は昨日までの約10日間ネット上で一切何も発信していないと。で、俺が作り上げたネタにするのやめてもらっていいですかっていうことで、滝沢ガレソさんは、こちらですね、某実況者がエアコンの設定温度をめぐって口論になった彼女を殴り殺したというニュースを取り上げましたが、実際に起きた事件ではあるものの、犯人はですね、別の方でありましたと。このような本人によるネタついだったので、ガレソさんもそれに伴って追消しをしましたと。ネタにつられて申し訳ありませんでしたって謝罪しているものの、謝罪に全くなっていないと。明らかにおかしいと。でまあこちらにつきましては、先ほどですね、ひもりんさんがおっしゃっていた通り、別にですね、本人がネタにしていたわけでもなくて、唐突にこの滝沢ガレソさんっていう方がポストされて、でそれが広まって結果としてひもりんさんが犯人じゃないかっていう説が広まったんですよ。ただ一方でもちろん逮捕もされておらずで、で全くの別人であるので、こちらですね、現在進行形でポストされておりますが、現在は滝沢ガレソさんのせいで精神的に病んで病院で ADHD さらにうつ病であると、まあ、そのような診断がなされたといったことですね、ポストされておりまして、でこういった形で、実際に病院に行きましたと。でまあこのような薬を処方されましたと、そのような、ポストも同時になされている状況です。でこのことからですね、このひもりんさんは滝沢ガレソを絶対に許さないと全面的に戦う姿勢を示しておりまして、でそれと同時に、徹底的に戦うと、そのような発言もなされました。まあいわゆる全面戦争に突入ですね。いやーけどこれはひどい話ではあるよな。僕はガレソさんがひもりんこと増田容疑者と虚偽の殺人犯に仕立て上げるポストをするまで一切、SNS 上で発信していませんでしたので、これは嘘ですね。俺が乗っかってガレソが晒した罰、ガレソが晒してから配信を始めた丸、こっちが正しいですと書かれています。でまあその通りなんですよね。だからまあ嘘に嘘を重ねて、もう嘘しか発信していないと、まあそういった状況なんですよ。でそこからですね、様々な問題がさらに発生しておりまして、この滝沢ガレソさん、全然まず反省していないじゃないかっていうことが言われているのと、で嘘に嘘を重ねていて、そもそもこれってどうなのっていうことが言われており、でこちら見てもらったらわかる通り、その事件からですね、何事もなかったかのようにひたすら、宣伝するようなポスト案件をですね、されておりまして、でつい21分前もですね、こういった形でポストされていると、そのような状況となっています。いやーこれはですね、あまりにもひどすぎるよな。どういうことだよ。全く反省してませんよね。秘宝、これで胸が大きくなりましたと育乳ナイトブラをプロデュースするも、実際は豊胸手術をしただけだったことがバレて、現在ね、裁判中である天智部さん、
や、お前人のこと言えるのかって感じなんだけど、ちょっとこれは本当にどうなんでしょうかね。これはひどいよな。まあ確かにこの件もひどいんだけどさ、どうなのこれ。しかもこれファンザのさ案件もやってるし、いやー全然これはね反省してませんよね。でひたすらこれをねポストしまくってるっていう、絶対これ悪いって思ってないよね。まあ今そういった状況になっているっていうところのお話でした。まあ完全にこれ被害者のひもりねさんなんですが、まあ、完全にねこれ無視を決められておりまして、もうどうしようもないみたいな感じなんですよね。だからまあさっきも言った通り、出るとこ出ると徹底的にやらせてもらいますと、そういった形で怒り浸透なわけなんですよね。で今のところは、訴訟をですね、する予定であると、そのような意向をですねこのひもりねさんは示しております。まあより具体的にですね、訴訟に向けて今準備をされているところかと思いますが、ただこれはですね、ひどいってレベルを超えてるよな。何なんだろうね。まあ全面的に戦いますって書かれております通り、まあもはやガレソからすると全く相手にしてないというか、今もなおですね、案件を繰り返しておりまして、まあひどいってレベルを超えているんですよね。どうなんだろうね。もはや、これすらネタにしようとしているのか、嘘に嘘を重ねて、まあ、本当のことでほとんどないんじゃないみたいな状況なんですよね。滝沢ガレソ、逃げられると思うなよ。これは滝沢ガレソに殺人犯だと思われてもしょうがないわ。5人やっちゃった。まあ本人も若干ネタにしてるところはあるんだけどさ。けど、ね、こちら進展がありましたって書かれております通り、まあ、裁判をですねガチでやっていくそうなので、まあ、今後もですね具体的にどう進んでいくのかちょっと見ものではあるんですけど、こちらについてまた進展がございましたら取り上げていきたいと思います。皆さんはこの件について率直にどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。たださすがにあまりにもひどすぎる話ではあるよね。ちょっと信じがたいというか、まあこれをですね発信するだけでも、かなり信じがたい状況ではあるんですが、でその中で全く反省せずにひたすらですねポストを繰り返すこの滝沢ガレソさん、相当すごいよな。やばすぎるね。いやーけどやばいよなこれ。お前は悪くないってか、見苦しいの。いつも裏取り取らず、証拠もないのにポストするからやろ。言い訳すんな。あと被害者面もすんな。気持ち悪い。完全に嘘やん。ガレソが釣られたんじゃなくて、ガレソがデマを振りまいて本人が否定してるだけじゃん。なんで被害者ムーブかましてんの。逮捕された後で配信者本人がネタに乗ってたら容疑者のわけがなくね。本当にその通り。いくらホームラン級のバカでも本人が言ってたらネタだとわかるはずだが、言い訳で嘘を重ねる嘘吐きがよ。まあ、本当にその通りなんですよね。もう言ってることが 95% ぐらい嘘なので、本当のことってほとんどないんですよね。まあそういったところで、非常にですね、まずい状況ですよ。嘘だと本人から否定されてますね。さすが灰色のガレソ。裏垢の三浦よしアカウントもバリバリ使った灰色仕草。前もガセネタ、追消しして、リプラン閉じて逃げてたよね。猛省って何？猛省全くしてないよね。案件普通にしてるからさ。本人への謝罪がまず最初じゃないの。本人への DM どころか、この言い訳ポストにすら謝罪の一言もないの。さすがにひどすぎると思うんですけど。猛省ですが、猛省ですか。かっこ口だけで、すぐ、何これ、シコシコインプレ稼ぎ。ノートつけられてて赤っ端バロタ。星野源の件で反省したかと思ったら、まあ、あれもね完全に嘘でしたからね、まあ、本当にすごいよな。嘘情報を拡散する、まあ、勘違いっていうのは仕方ないところは一応あるっちゃあるけどさ、その後の対応っていうところもひどいし、で内容がねさすがにヤバすぎるっていう、殺人犯っていうのがちょっとレベル高いよな。なかなかないよね。まあこれはこのような状況ですよね。マジで最低だな。もうやめろよ、配信。しっかりと詫び入れろや。
まあその通りですよね、本当に。失礼というか、なんというか。まあ殺人犯に下であげるっていうのは前代未聞だからね、今までの歴史なかったんじゃないかな。全く無関係の人を殺人犯って、すごいぞこれは。はい、そういったところで、今回は、このヒモリンさんの件を取り上げさせていただきました。てかヒモリンさん1989年生まれなんだ。なるほど。はい。ってことでお疲れ様でした。